また来たのか。よくもまあ飽きないことだ。いや、今何テイク目だ。これで28回目です。そんなことよりハンドラーボルダー、また新しいウォッチを買った。今度はスマートウォッチだ。そこの犬、また時間を知りたいようだな。何度でも教えてやろう。 OK ウォッチ、時間を教えてくれ。私は戦闘支援ユニットです。だそうだ、ハンドラーボルダー。こちらが高戦艦入植船ザイラムです。うっしょー、目障りなだけんが企業たる私を殺そうとして大きな声を出したら、アーキバス先進局からの誠意でバルテウスをいただきました。私の評価次第であなたを再教育センター送りにすることだってできるんだぞってことで、いただきまーす。まずはこらー、これでもかってくらい鬱陶しい害獣に怒りのあまり地上派で猿どもを全部倒してしまいました。すっかりルビコニアンも立場をわちまえ、企業たる私に平服したところで裏切り者の第四隊長が艦隊を落とす。このスターは頭の悪い上層部、火種をまき散らすルビコンの害獣、どいつもこいつも私をいなどとせ、最後のプランを発動してしまいました。ちなみにベスパーセブンスインバーンが飛び出している様子はぜひサブチャンネルをご覧ください。ウィンディファーションだ、リンクス。レイブンです。ミッションを依頼したい。言葉を飾ることに意味はない。悪い話ではないと思うぞ。連絡を待ってる。へえ。ウォッチ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 ウォー、ということで。どういうことですか、ウォルター。俺に聞くな。また物件学のウォッチポイントを何度でも教えてやろう。そこの犬、公園の近くに住むのはやめておけ。夏場のセミがうるさい。インターネット無料とかいう歌い文句もやめておけ。なんだよ俺、 ADSL だろ。エアコンがクソ古い物件もやめておけ。スーパーが遠いのもやめておけ。不便だ普通に。 IH1 個だけ置いてキッチンとか言い張るのもやめておけ。1階が居酒屋の物件もやめておけ。私が入ったのは619号室だったか20だったか。ハンドラーウォルター、川崎に住むのはやめておけ。このガラクタを落とすのはいいでしょう。私のプラズマミサイルを上下逆さに飛びつけて自爆させてきたダケンと第四隊長も、まあいいでしょう。年末番組の撮影だかなんだかは知りませんが、アーキ坊やの着ぐるみ以外の服を全部捨て上がったガース黒光りオールマインダも、まあいいでしょう。サイナゲどうでしょうとか抜かして私をルビコン銃弾のたびに拉致ったスタッフたちも、まあいいでしょう。私のオープンフェイスの機体名を前泉冬子に勝手に変更しやがったクソフライトも、まあいいでしょう。今回は根をつぐっておきます。1時間も並んだ挙句、完食したどんぐりの底にラットローチ入っていた濃厚豚骨ベダムソワさんも、まあいいでしょう。ただ企業たる私を亡き者として扱ったスインバーン、貴様は駆除すべき害獣だ。死んで平服しろ。見逃して見逃して。あネール、あだ名罵倒衆、メガネ、評論家。聞かれると面倒、人を呼びつけるのが好き。コッパ役人、フロイトに指示が無視される人。部下に陰で呼び捨てにされてそう。ペーターは普通に呼び捨てしてたぞ。いいね君、ベイラムに行かないかい。ジャムザハウスネール、陰剣カタツムリ、殻のないカタツムリ、ナメクジ、クソ雑魚ナメクジ、クソ強レーザーランスおじさん、スタンおじさん、メガネおじさん、メガネニキ、チクチクイライラメガネ、メガネの擬人化、メガネから声出ている、喋るメガネ、社畜メガネ、オールバックメガネ、私こそが企業、個人事業主、自分が企業だと思い込んでいる精神異常者、企業ニキ、アーキバスニキ、兄貴、あいつ、あれ、スネール、スネオ、アーキバスのやべえやつ、アーキバスの断末魔がうるせえやつ、アーキバスの企業担当、アーキバスのアーキバス、今作のフラジール、アリスにさらっとディスられる人、ホグワーツの先生、オモソウ、マイズミ、フユコ、ドム、ジオ、ウィングガンダムゼロ、アケビ、サツマイモ、ベニハルカ、ムラサキおじさん、スキアラバ、再教育、再教育に自信にき、ランダム和戦で一番苦戦したのお前だぞ。企業戦士、企業マン、ドム足好き、12のお手本、一応打点呼ばわりはやめてくれる人、最終的に害獣呼ばわりしてくる人、アーキ坊やのファン、嫌いだけど好き、いらないけどいる、二次創作で愛されてる、ファンアートがエロい、フロスネ好き、ラススネもいいぞ、 TS したらメガネっ子になるから好き、 TS させて分からせるのほんと好き、スネール無限に曇らせたい。チャティスティック、ラッドの自動人形と聞いているが、何にしますか。え、
死を恐れないのは良いことだ。何にしますか？まあそうですね。いたずら者の第四隊長、頭の悪い上層部、そしてなんとなくスインダー。こいつもこの私を苛立たせる神霊兵、私こそが必要だ。紹介がまだだったね、ビジター。チャーティーはうちのシステム担当だ。何にしますか？レイブン、こいつ相当なポンコツですね。何にしますか？レイブン。レイブン、あなたの考えは分かりました。残念です。なんで？てめえはコッパ役人じゃねえか。わ、野良犬。みんなで書こう、エカチューター。でんて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 ん。はい、もう、フリー、クー、ボー。はい、ジョン、ジョン、くるっと回して。ノー、ノー。はい、アパチーボ、ボヤー。無電。アサリな。仕事を増やすんじゃねえ。殺すぞ。インデックスが足らないの。エンブレームがわからない。ちゃんと戦ったはずなのにわからない。赤だったかな、黄色だったかな、緑色とかあったかな、何かのマークがあった気がする。ノノシャっぽいマークがあった気がする。どれとかだったかな。どう言っていうか、どっちかっていうと国語辞典やわ。国語辞典っていうか工事、なんか工事書っぽいマークが書かれているわ。さすがにそれは名前に引っ張られすぎだろう。レイブン過去本物の、レイブン過去本物がわからない。ご本人様の正体がわからない。ちょっとしか出てこなかったのに。イミッションくらいしか出てこなかったな。なんで主人公ずらしてるの。まるでホワイトグリーンってみたいだよな。初期機体と違いが全然わからない。頭のパーツがちょっと違う。なんで頭だけ違うの。それは俺もわからない。考察に頼れと。エロを覚える、エンブレムが書いたらもう断念だったかわからない。思い出した。何がダナムのエンブレムは真ん中にハンマーとカーマー。インテグレーションプログラム、お料理。今回は現在開発中の強化人間強化飲料ヌカコーラルハイボールを作ります。てめえ料理舐めてんのか。作り方は簡単。市販のヌカコーラをアルコーラルで割ります。てめえの部屋汚ねえな。でも C パルスで人間の知覚が3年前になれるんですよ、イグアス。激薬じゃねえか、飲まねえよ。あの登録番号 RB23 識別名レイブンは一気飲みしてましたけど。うんうん。ああ、お前は知らんだろうが、ハイボールは四捨五入して水なんだよ。じゃあはい、 100% ヌカコーラルクアンタムです。どうぞ。ちょ、おま飲んでくれたら高性能パーツ差し上げます。やってやろうじゃねえかよ。うんうん。うっす、体調悪いんか。大丈夫ですか、イラス。うるせんなよ。